ダブルチェ今回の最終章だよ。見てね。この人の仕事が私じゃないやって、この人の仕事がメインだってこう気がついたりとか、なんかやっぱりそのちょっとそういうなんかその自分の考えであるとか、自分がどう思ってるかみたいなことに結構敏感に生きてみれば、それが2種類が一緒くたになってしまうと抜けれないし、あとその嫉妬心とか、まあ同じ愛でもその妬みとか染みみたいなことも愛情の一つになるんでね。そうすると、まあ、さっきも言ってたけど、りえちゃんとかだったら、その自分が得られなかったものの、得られるものの最上級のものを選択して選ぶ。で、それをやりたいのだって。事務所に入れば仕事をもらえる。事務所に入ったら、保証してくれたらやるって言うんだけど、いや、保証できる中身があるから仕事になるわけじゃない。で、だけど、その、お金払えば入るとか、なんとかセーブできるとかっていうふうに思ってるんだけど、そうじゃなくて、だと理解するっていうのも、自分が知ってる方にこう、引き込んで、これの理解に合わせさせてくださいってなって、ちょっと違ってて、自分の知らない方と繋がらないと、やっぱり理解できないじゃん。じゃないその理解できないやつが、なんていうか、どっち向いてるか分かんないときね、依存体質になってることがある。うん。で、いろんな人、ルールを決めたがるんですよね。何かに依存っていうのは、うん、なんかルールを決めた方が簡単に生きられるからって言って、ルールを決めたがって、うん、それにしがみつくっていうところがあるのかなって私も思ったりするんですけど。ね、なんか自分で自分、そういう決めるじゃん、息子って、うん。自分で自分する。楽ちんだからね。そしたらさ、決めたルール外せないんだよね、なかなか。そこ。そう。で、これで歌やってみると、そこのルール外さないと、できないっていうちょっと面白さあるんだけどね。だから見えなくなるんですね。そのルールはもう当たり前のものになってるから、うん、何がどうしたらいいのかっていうのが分かんなくなる。うん、このルールはもう当たり前だから、そこは考えないんですね。そこが原因っていうのを考えない。そうだね。だから自分で決めたルールを外すのすごい難しいし、あとなんかその、やっぱりなんか自分の分かる方に分からせてくれっていうのはやっぱちょっと違ってて、そうするとそれでさ、そのがんじがらめになってもうどうにもなんなくなっちゃうみたいな、そんな無理してやることもないけど、でも音がさっき言いましたけど曖昧なんだって、音程が自分 で何かって繋がってないから、曖昧なとこってそれは気持ち悪いじゃん、しっくりこないし、自分の体とやっぱり考え方っていうのも比率、頭の中で理解している認識と私たち の, この細数の比率のところにちょうど出たって、だから音がすごいなって私は思ってるんだけど、だその音が自分のドラって言ったって合ってなかったらってなわけで、その自分がその自分の全身全霊をかけてその音になれるかどうかみたいなところ、そうするとそれだけ聞くとさ、生贄みたいに思うみたいで、理解できないと生贄ではない、喜んで生贄になってるみたいななんか生きるっていうことにもだってどんどんなっちゃうしね、 そんなこといちいち考えて生きてないし、でも依存体質で辛い思いしてる人とかもいて、それが依存だって気がつければ、うん、いやしないで済むんだけど、そういう癖がついちゃってると、うん、それを取るのはとても苦しいことだよね、うん、でそれでなんかまあ私も、まあ、娯楽っていうかその歌っていうのが、まあ、お勉強とも言うけどやってるんだけど、やればやるほど人の認識、人がどういうことを認識、心でどう思う、頭でどういうふうに認識して心がどういうふうに理解するかみたいな、この誤差をめちゃくちゃ感じるんだよね、うん、それでまあボイトレとか僕がフォームアップした時に自分の方にこう着目すると自分で納得いく、うん、それはなんかなんだろう、 なんてこう素敵なことだろうって思ってるけど、先生の仕事はなんて素敵なんでしょうでもね、まあまあそんなわけで決めちゃった今日はいろんなやつにだけどもどういうことでそういう話も私はするよっていうダブルチェのコーナーで、今日はまた続きで撮影させてもらいました。そんなもんなでね。はい。今日柳の足立区から参りました。足立区じゃないですよ。私こんだけ言ってんの、住みたくなって何回言ってんの、全然、いやーもう全然見ないんだ、私の。ダブルチェご視聴ありがとうございました。次回は何の話題かな。じゃあねー、またねー。